早い。惜しい。よし、僕。惜しい。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。え、今日はこちらですね。うん。ベイブレードバーストのホットカスタマイズセットです。はい、こちらもですね、2017年11月11日本日発売ですね、うん、ちなみに4つのベイがついていろんな組み合わせが楽しめるみたいです。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、ステッカーここにあるね。うん、じゃあ全部貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりましたね。うん、まずこちらがドリームファブリングセブンスターゼファーですね。はい、はい、じゃあこれセットしてみましょう。うん、続いてこちらがアークバハムートスーバンプアトリックね。うん、じゃあこれもセットしてみましょう。はい、続いてディープカオスフォーフローベアリングですね。うん、はい、じゃあこれもセットしてみましょう。最後にトルネードワイバーンワンメテオスパイダル。はい、これもセットしてみましょう。うん、よいしょ。はい、こちらがドレインファブニルね。うん、これかっこいいね。うん、赤と黒のファブニルでメタルゴッドチップついてるね。そうだね、すごいかっこいい。続いてこちらがアークバハムートですね。うん、これ新レイヤーだね。うん、すごい黒くてかっちょいいんだけど、このベアのゴッドアビリティはこのロックが外れていくことに中のパーツがちょっとずれていくんだね。お、面白いね。このバンプのフレームは今回初だね。うん、16連打フレームだったって。すげえ。いうの鱗みたい。はい、続いてディープカオスだね。うん、こうスプリングで上下にバウンドします。うん、このドライバーがベアリングドライバーですね。うん、完全にこれはハンドスピナーみたいな感じなんだけど、相当持久がすごいドライバーでしょうね。うん、最後にこちらトルネードワイバーンだね。これはランブで前出てたのと一緒ですけども、うん、メタルゴッドチップが搭載されてる感じかな。そして金だね。そうだね、かっこいいね。ということで今回はですね、この箱の裏に書いてあった基本の組み合わせ、これでやってみましたね。はい、ではそれぞれのベーシュートしていきましょう。まずはドレインファミリー、シュート。おーおー、すごいかっちょいいな。続いてアークバハムート。おーおーおー、いや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 、すごい暴れん坊だ。続いてディープカウスをシュートしてみます。はい、シュート。おー、続いてトルネードワイバーン。あー、こんな感じだね。はい、では早速対決していきましょう。エイシン君はナイトメアロンギネス DS、 はい、それを使うということだね。はい、パパが今回のこのゴッドカスタマイズセット、これ全部4つ使います。おー、じゃあまずはドリームファブリングでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。おー、速い速い、よーしー。3、2、1、ゴーシュ。やばい、やまともにやり合ってはいかんので、後ろから狙い、あーしー。3、2、1、ゴーシュ。まともにやり合え。おーしゃ、おーしゃ、押し出しができなかったね。なんで。続いてアークバハムートでいきたいなと思います。はい、3、2、1、ゴーシュ。おお、なんだこの動きは。おお、アトミックがいい感じに動く。すごいからこれも大きく見えるけども、あ、やべ、厳しいかな。よし、いいよ、いいよ、いいよ。あー、オッケー、バウンド、バウンド。3、2、1、ゴーシュ。ロック緩いと思いきや意外と強い、強いんじゃないの、アクバハムと。お、いけるよ。あー、よっしゃー。 3、2、1、よし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 、私と同じには持ち込みませんよ。いや、いける、いけると見た、やば、 OK、 いけるわこれ、よいしょ。あー、はい、続いてディープカオスでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。おー、耐えてる耐えてる、よしよしよし、今の攻撃に耐えられた。そしてベアリングドライバー、ゴーシュ。3、2、1、ゴーシュ。加速で、加速で、3、2、1、ゴーシュ。あんまりね、あんまり攻撃くらっちゃダメなんだ。くらいくらい、よっしゃい。はい、トルネードワイバーに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュ。ゴーシュ、速くない。3、2、1、ゴーシュ。ゴーシュ、3、2、1、ゴーシュ。バッとこい、バッとこい、やり合え。
本当はいなせるはずなんだよ。富永さんいなせるんだよ。行け行け行け、あー行け行け、頑張れ。よいしょ、到着だな。はい、ということで今回はベイブレードバーストのゴッドカスタマイズセットはい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録をよろしくね。ということでね、この超改造セット、超改造じゃない、ゴッド改造セット、うん、ゴッドカスタマイズセットのを使ってこのナイトメアロンギネスなんか強化できるんでしょ、うん、どっか書いてあるね、ここ、これか、うん、これはまた次回やるんだろうなと思います、うん、お、買ってよかった、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、はい。